どうもライスゲームズのライスです。ではね、今回も、後取り実況となっております。まあ、前回の続きですね。そのままやってます。もうこの時もね、酔っ払ってね、自分が何をやってるか全然わかんねえよ全然わかんねえよ。まあランク4まで進んだからね、ランク確か30ぐらいまでだったよな。30、50、100ランク、まあ、それぐらいまであるよね。まあ、それぐらいまでね、ちょっとね、このスプラトゥーンをね、スプラトゥーン2が出るまでちょっと頑張りたいなと思ってます。スプラトゥーン2って出るの何いつだ、7月の半ばぐらい、それまでにはねやりたいからね。だからまあ動画はまあスプラトゥーンはね撮るのすごい簡単だし、編集もあんまりしなくていいからな。まあ1日ね2日とか3日とか上げるときもあれば、全く上げないときもあるかもしれないんでね、まあそこら辺はねご了承くださいませ。よっしゃー、もうそのままの続きだから。てかみんなランク高いな、50とかおったぞ、50とかおったぞ。けどな、俺強いから勝っちゃうんだよ。勝ったかどうか全然覚えてない全然覚えてないな。あ、ついでにね、お酒はブラックニッカーを飲んでましたね。ウイスキーのブラックニッカー、そちらのね、なんだ、ジンジャーエール割りで飲んだらね、もうすげえ気持ちよくてね、もうフラフラでやってたよ楽しかったな。もう全然覚えてないけど楽しかったな。でね、一応パソコンでね実況してるんで、たまーに回線が悪くなって撮れない時もあるんでね、まあ、そこら辺はご了承ください。どんな感じだったっけな、全然覚えてないな。結構ね、のんびりしてたようなイメージがあるんですね。やっぱりスプラトゥーンってあれなんかな、メタルギアみたいな、こっそり行ってこっそりぶっ殺すみたいなこっそりぶっ殺すって言い方悪いんだ、こっそりやっていくの方がやっぱいいんかな。あとなんか装備とかもいろいろ変えた方が、ああなんじゃ、トルネード、あートルネードあったね。トルネード確かあれだよね、画面で使うやつだよ。でね、まだね僕は全然弱いからね、色を塗っていくというね、ポイントをこれで稼ぐという卑怯なやっちゃな、ほんとな。敵をねバンバン倒してね、どん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 敵の戦略、敵を侵略していけばいいんだな。ダッサいからな俺。いけ、おお、いいね、倒したね、いいね、いいね、さすが俺だな。インクがね、全然、うわぁ、インクがさ、切れるの早いんだよな。あと、ボムの使い方があんま分かんないって。あ、もうボコボコじゃん。ボコボコじゃん。なんでさ、バリア使わない俺。バリア使えよ、いや。むしろバリアって、すごいなんか、言ってたかもしれない。音ちっちゃくなったんですけど、おぉ。あ、イカの状態になると音が聞こえにつらくなるのか。うお、俺倒してんじゃん、いつの間に。俺ボム投げたんか。うわ、さすが俺、こっそりするの好きだからな俺。もうゆったりするの好きだからな。いまだになんだ仕事場の人にはこの実況やって、実況っていうか動画上げてるみたいなこと全く言ってないからな。でもバレたらやめようかなみたいな勢いだからな。まあ、バレないように頑張るしかない。うわこれ後ろからな、陰気なやつだな。装備強そうだなあいつ。うわー、これでも相手有利だな。これもう負けたな。これ相手有利すぎるな。イカがでかいと相手は有利なんだよな。右上とかっていうのな。今青のイカがちっちゃいからこっちが不利っていう状況だな。まあ、本来なら自分の手元にある Wii のなんかリモコンみたいなモニターみたいなのを見て判断するんだけどな。あー、ピンチだなこれ。これ負けるんじゃないか。負けるなよ。おい、ライス頑張れ、ライス頑張れ。たまに実況でね、自分の本名をね出してしまいそうになるぐらいのな勢いなんだけど、自分のことだってライスとか言わねえもん普段の中でライスとか自分で言わねえよ。ということで負けかな、これは負けたか、さすがに。うわ、微妙に負けてる。あー、負けてるよな。微妙じゃなかったな、普通に負けてんな。300ぐらい負けてるよ。あっちゃっちゃー、味方が弱いんじゃないか。ほら、ランク50の人がなんだって796ってゴミやろすげえ批判してる、すげえ批判してる。あ、てかスプラトゥーンってみん などれぐらいの時間帯にやってんのかな。日本人と戦いたいな。したらなんだ、殺されたやつをすっげえ名前呼んでるから殺すのよな。多分ぶっ殺されるんやろ。ほら、みんな
名前が英語なんだよな。ホセがおる、ホセが。いけ俺、頑張れ頑張れ。お前はそこにいるんだ、頑張るしかないだろう。頑張れ頑張れ。これなんか任天堂ってほんと BGM がいいよね。 BGM とか歌とかがね、神だよ神。すごいいい BGM ばっかりだよ。さあ俺頑張れ。後取り実況これで最後になるかもしれないからな。弱いなあ。同じやつに負けてんじゃないですか前回の。うわー全然気づかなかったな。うわぶっ殺しに行けよ。なんそこ塗ってんだよ。お前悔しくないのか。俺悔しくないのか。いや酔っ払ってるから全然あれやな。もうとりあえず塗ろうと思うよ。塗ろうとしか思ってないけど。あバケツあんまり使ったことないな。バケツって強いのかな。なんかなあんまりなんかインクがなくなる量が激しすぎてあんまりなんか好きじゃなかったようなイメージが強かったな。このゲームはねインクだよ。インクインクゲームだよ。インクや何やってんねん俺。また同じやつに負けてんじゃん。あいつ強えな。あいつ名前なんだ全然見えんぞ。ぬれ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 。俺頑張れ頑張れ。トルネードとかも全部ぬれぬれ。頑張れ頑張れ。あトルネードね強いところはね、最後の最後終わる間際にトルネード打つと強いんだよな。あーうわー俺弱いな。何しようんやってか。あーやられてるのに。まあ、うん、頑張れ俺頑張れ頑張れ頑張れ。いけ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 。そこ一回になって一回になって突っ込めよバカ。そこいいや。もうそんなの全然全然全然ぬらんでぬらんで。いけ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 。操作に慣れてない。操作に慣れてないぞ俺。頑張れ俺。ナイスいけナイスいけ。敵をぶっ殺せ。あちゃんと画面見よ。ちゃんとあのモニターの画面見よ。もう酔っ払ってるから多分見てなかったな。ジャンプすらできないのか。お頑張れ。おブルブル。あいや使え。おいいねいいね。さすが俺さすが俺。いけいけいけ。倒せ倒せ倒せ。うっしゃーで別の人が倒した。別の人が倒したけど十分十分十分。いけいけいけ。うわーうーわーけどいいよいいよいいよ。相手弱いぞ相手弱いぞ。相手ピンチになってる。スコープね、あのかなり優勢の時はなかなり強いんだけどね。おお新技を使ったな。これはね、自分の、ね、手元にあるやつをね、タップすればね、いけるんだけど、これ、瞬間移動みたいな感じなんだけど、デメリットが一つあって、待ち伏せされて、来た瞬間ぶっ殺されるというね、時があるからね、あんまり使わない方がいいかな。結構いろんなやつがおるな。勝ったな、これは勝ったな、さすがに。味方に多分すげえ強いやつがおるな。だって、こっち、俺だって755ぐらいしか乗ってないのに、多分。1000かそれぐらい抜くとやつが間違いない。全然死んでないやつがある。これめっちゃ強いやつがある。はい19876543211とさあさあカウントが始まっていく。うおいいね全然楽勝やね。ボロ勝ちボロ勝ちボロ勝ち。どやどやこのボロ勝ち感。めっちゃボロ勝ち。うわめっちゃ勝ってる。圧勝じゃないか。うえーと言っても俺700ぐらいしか塗ってないけど大丈夫。うえー勝利ボーナス1000ポイント1000ポイント。おう1852も塗ってる。うわ一人も倒してないし5回死んでるけど1位。やっぱ塗ってる数だからな。塗ってる数だから。お金結構溜まってきたな。金結構溜まってきたな。うわい縄張りバトルまた同じ場所やな。また同じ場所か。どうだったか全然わからない。あ、またホセっていうやつがあるよ。今度も味方やな。どうなったの？全然覚えてない。頑張れ俺。頑張れ俺。まあ、前回の動画でも言ったけど、ハンバーグのな、ハンバーガーの動画がね、ちょっといかんせん再生率伸びがよくよろしくないからな。応援頼むよ。もうね、あの動画だけでいいわ。もうこの動画は別にどうでもいいわ。この動画とかマリオとかカスタムロードとかどうでもいいわ。もうこの動画、この動画じゃない、ハンバーグの動画だけはちょっと頑張ってほしいわ。まあね、再生数がね、もうもっといっぱい伸びればね、もっといろんなね、料理を作っていきたいなと、友達と一緒にね、さ、料理を作るというか、友達と一緒に食べるという感じでね、やっていきたいんだけどな。今度はね、餃子、もしくはたこ焼き。あー、どうしようかな、みたいな。なんか油、家庭でできる、なんか、テーブルでできるさ、油みたいなの欲しいんだよね。で、なんか、友達と一緒に串揚げみたいなのやりたいな。あとね、やりたいこといっぱいあるんだよな。バーベキュー、外でバーベキューみたいなね。友達5、6人で集まってるのをバーベキューみたいなのしたいんだよな。
家族とかな集まってなやりたいんだけどな、まあそういう時間ないしな、時間ないし金もないしな。どうした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 俺酔っ払ってるな俺酔っ払ってる。おお俺強いぞ俺強いぞ。あー頑張れや、そこで全員倒したらかっこよかったんやけどな。ローラーって強いよね。ローラーだって近づくだけでさ、どうした互角やってたもん俺互角やってた。ああどういうこと。ローラー強いよね。ただ敵に近づいてローラーを出すだけで敵を殺すというね。こっちは命中させないけんけど、ローラーに関してはただぶつかるだけでいいからね。すごい強いんだよな。おいねいいね。同士打ちになった後のね、この塗る感じがいいな。あーこれは勝ったな。これは楽勝勝ちだな。筆って強いんかな。筆みんな強いのかな。筆の強さが全然いまいちわかんないな。頑張れ俺、頑張れ俺。うわー負けてる。うーわ負けてる。頑張れや、もうちょっと。あもう周り塗れ、周り塗れ。おお周り塗った周り塗りよ。オッケー、同じこと考えてんな。さすが俺、俺が操作してるけど今操作しない俺。頑張れ俺。塗れ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 。もう端っこに、端っこ端っこっていうかもう誰もいないところで塗れ塗れ塗れ。頑張れ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 。もう塗って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 塗りまくれ。うわー大丈夫か俺、どうした頑張れや。もうちょっと俺濡れ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 。もういい、戦わんでいい戦わんでいい。もう逃げていい逃げていい。 この状態で逃げていい。進んでんなめっちゃ進んでなかった。塗るとこねえな。圧勝してるじゃん。いや絶対相当強いやつがおるな。大体ね一人でね10体ぐらい倒せばねもう圧勝するんだよ。大体圧勝するんだよ。だからもう相手復活瞬間ぶっ殺してんじゃんひどいなこれ。ひどかったな最後らへん。もう復活した瞬間ずっと打ちまくりだったもんな。うわ圧倒的33対4だね。うわ 81.8 はやば楽勝勝ちじゃん。こんな初めて見たぞ。すごっ。わあランク50、ホセっていう人ランク50じゃん。バカだねー。だってランク50のくせに俺と同じランクだろ。バカだねー。 あ関係ないんかこれは。これは関係ないんか。なんか別のルールとかだったらそのランクによって場所が分けられるのか。で正直なスプラトゥーンが最初出た時はな、もう後半らへんもう人がいなくてみんなコンピューターになるんじゃないかって予想してたんだけどな。結構実況者でね、実況者が実況してる、実況者が実況してるっておかしいんだよね。実況者が動画出してるからスプラトゥーンはな、だからそれでスプラトゥーンの人口が減ってないっていうのはなでかいな。でそろそろね、まあ任天堂、まあファイアーエンブレムでガチャ出したと思うんだけど、まあ、もうちょっとね課金要素をねもう超えてもいいと思うよ。もう任天堂は、そうじゃないとやっていけないと思うんだよな正直。課金はなんかあんまね嫌だっていう人はね結構言うけど、やっぱ運営するためにはやっぱ課金しないとね、課金をさせないと。運営のことちょっとこう任天堂考えないとな。このままだと任天堂潰れちゃうよ。そんなことないか。任天堂潰れるわけないか。いやね、俺の予想ならちょっとやばいとこまで来てるんじゃないかなと思うんだよな。スマホがちょっと強すぎるんだよな最近。いろんなゲーム出てるしな。もうちょっとねお金がねできたら任天堂頑張ってほしいよ。任天堂のガチャが出てきたらもうめっちゃ引くわ。めっちゃ引きまくるわ。任天堂のガチャ引きまくるわ。ファイアーエンブレムめっちゃやるめっちゃやるわ。任天堂大好きだな。任天堂のあの多分本体は今の今まで全部買ってきたんじゃないか。Wii U 買ってから Wii U 次のあの任天堂スイッチで全部揃うんじゃないかっていうぐらい全部買ってきたもんな。最初のスーファミ、あファミコン、スーファミ、64、ゲームキューブ、なんか、あーでもあれだな、携帯用のやつはあんま買ってないか。あんま買ってないな。本体、携帯、家庭用の本体はほとんど買ったな。ゲームキューブも買ったし、Wii も買ったし、Wii U も買ってるわけだし、あすげえな。俺すげえな。結構買ってるな。まあ、買ってるって言っても俺の友達とかが勝手に家に持ってきて置いてるっていうだけの話だけど。おぉ、やるね。てか、全然見どころねえな、俺の。俺のスプラトゥーン、全然見どころねえな。これも圧勝かな。これも圧勝だな。圧勝だ、圧勝だ。でも、出てきた瞬間殺そうとしようもん。うわ、俺、うまいな。ほら、ほら、いけ。うわぁ、トルネードで負けた。頑張れや、俺。これでも負けることはないだろう。
あ、勝ってる勝ってる、間違いない間違いない、もうだって上のデジが青いもんな。あ、あれ大丈夫か、勝てよ、頑張って勝てよ、俺やぞ、俺が負けるはずがないんで。そうだよ、一回負けたことないからなとか言って、そもそもいろんなゲームでいろんな負け方してるけど、あのね、諦めたら負けなんだよ、諦めたら負け、もう YouTuber も諦めたら負けなんだよ。だから俺は負けない、もう絶対負けない、絶対負けない 100% なんだよ。俺を頑張って追いかけるもん、俺は強い、俺、うえー、あー、これ圧勝だな、これ圧勝圧勝。この猫ちゃんも可愛いよね。俺猫大好きなんだよ。俺猫めっちゃ大好き。てか可愛いもの全部大好き。可愛いもの全部好きだから。お、これ1位。おっしゃ。3体倒して。めっちゃ塗って。めっちゃ高成績じゃん。めっちゃ高成績じゃん。ランク5の割には。すげえいいじゃん。めっちゃいいじゃん。そしたら次でラストかな。次でラストだな。うえー、ここね。ここ好きなんだよな、正直。ここ好きなんだけど。なんか最後いいとこなかったような気がするんだけどな。あ、ホセおらんか、いけ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 、俺お BGM いいね本当に。まあ操作に慣れてないからね、あのカメラが上にブヨーンっていっちゃうんだよな。これわかるよな、これあるあるだよな、 YouTube じゃない、これスプラトゥーンあるあるだな。まだ R スティック の、 あのカメラが全然あの慣れてないから。あ、これでもあれだな、気をかなり優勢になってる、俺が塗ってるからか。そうそう、インクを貯めてね、インクを貯めて、なんかインクが溜まりやすい装備とかあるんかな。なんか見た感じ、なんか移動、イカの移動が速くなったり、歩きの速度が速くなったりみたいな、そういう装備はなかなか結構見たことある。ボムめっちゃ投げてんな、多分この時俺はしゃいとったはずや、死ね死ね死ねみたいな、俺らボムいけみたいな。めっちゃボム投げてんな、ビビリやな完全に。いけいけいけ、もうバリアがあるならいけよ。ああ、バリア使って、おお、いいね、バリア使ったの、いいね、いいね、いけいけいけ、おお、逃げた。多分同じこと言うんやろうな、実況の俺も。意外とどんどん敵を倒せ、ナッショ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 、あ、塗るところがなかったっけか、塗るところがないけって思ったんか。いけ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 、頑張れ俺、負けるな俺。あー、下手くそだなあ。でも友達と一緒にあのゴールデンアイもしたいな、あの64とかプレステのゴールデンアイをもう一回な。昔ね、すげえハマってな、すげえハマって友達と、ね、ずーっとやりやったな。すげえハマったと言っても半年ぐらいしかしないけど。うわ、ボロボロだな、何やってんねん。あとな、あのスマブラもな、ちょっと実況したいな。友達とスマブラはね、かなりやったからな。まあ、いや、かなりやったとしても、まあ、そんな全国クラスとかじゃなくて、ほんと、地域で、ちょっと強いかなぐらいのレベルだからな。あんまり強くないからな。けど、一騎打ちが燃えるんだよな。実際、本当に、本当もう、これ投稿したいなって、もう、この子供の時やったけ、なんか、これ友達に見したいなっていう動画をね、動画っていうか、リプレイ動画をね、いっぱいね、作ってたな。面白かったもんな。もうなんかもう俺のはしゃぎ、ランションや俺。あ、上に登れんやったか、そういうことね。いけいけ俺俺。あ、これでもなんか楽勝だな。もう相手の陣地めっちゃ塗りようじゃん、大丈夫これ。超楽勝に勝ってんじゃん、これ圧勝じゃないか。もう青のピンチがめっちゃでかそうやもん。うわ、ここら辺全部塗ってないじゃん、バカだね。もうめっちゃ塗りまくってんじゃん。あ、これ塗れないところもあるんだよな、塗れないところがあるからな、そこら辺も気をつけていかないとな。あ、これ圧勝だな、強っ。バリア全然使ってねえじゃん、ちょっと使えや俺、頑張れや俺。終わりー。どうや結果は。うーわ、圧倒的だな、圧倒的、圧倒的勝利。いいね、勝ってばっかりだな、あんま負けてないな、いい勝ちっぷりだ。5520、うわー、今回は普通だな、パッとしないな、うん、動画にする意味がないぐらいの普通だな、という感じでね、今回はね、ここまでになっております。まあ、こういったね、まあ、ゆるりとしたね、動画を出していくと思うんで、まあ、まあ見なくてもいいかな。正直あんまり面白くない動画になってしまうかもしれないけど、
まあね、応援のほどよろしくお願いします。じゃあね、今回はここまでにしておきます。じゃあねー、ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで、今後もよろしくお願いします。じゃあねー。